はいどうも、ご安全に。青函溶接職人カジチャンネルのカジです。歪みを理解しようの第5回目となります。今回は膨らんじゃう歪みについてなるべく分かりやすく解説していきます。たまたまタンクを製作したので、その歪みを撮る動画も参考にしてくださいね。ところで皆さん、タンクのボトムや板の周りを全周溶接などして、板が鏡板状に膨らんでしまったなんてことないですか？今回はそういった鏡板状に膨らんでしまう歪みがどうしてそうなってしまうのか、そういった歪みを取るにはどうすればいいのかの一例を解説していきます。間違った歪みの取り方をしてしまって歪みがひどくなったってパターンありませんか？なぜ歪むのかを理解すると歪みの取り方は意外と見えてくるものです。この動画が少しでも皆さんのお役に立てばと思います。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。はい、今回は板が鏡板状に歪むメカニズムとその対処法などを解説していきます。注意点として、歪みの取り方というのは一概にこのやり方というような正解を導き出すのは難しいと感じています。なので今回のような歪みの取り方もあるんだなと、考え方やメカニズムなどに注目していただいて参考にしていただければなと思います。見ていただいている動画のようなパターンです。平らでなければならないところが膨らんだりへこんだりのパターンです。簡単な図を描いてみました。この図は丸のタンクを横にした底板の断面を表しています。ここの溶接をするとこのように歪むことは青函溶接をしているとよくあることですよね。もしくはこうなったりもします。経験はないですか？この図のようになった場合、皆さんはどのように歪みを取ったらいいと思いますか？単純に考えると、この歪んだ溶接線を反対側から熱を加えて焼くと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかしこの焼き方では歪みはひどくなるばかりです。なぜかというと、歪みを理解しようの第1回目で解説していますが、金属に熱が加わると縮みが発生するのですが、3次元的に縮んでいることが原因になります。大きめの板を全周ガス切断した場合なども同じように歪みます。とても基本的なことなので、動画ナンバー11、歪みを理解しようの第1回をまだ見ていないよって方は概要欄にリンクを貼っておきますので視聴してみてください。先ほどの図を拡大して単純化すると、T 型に板を組み立てて溶接した時の歪みと似ていますので、こちらで解説します。 T 型を溶接してこのように歪んだとします。こういったものの歪みを焼いて取る場合、溶接線の裏を焼きますよね。すると熱により反対側に縮むことによって歪みが取れたように見えます。しかし縮みは3次元的に縮んでいるので、実際はこちら側にも縮んでいます。ここの距離がわずかではありますが短くなっているわけです。これが先ほどの図に戻ると円周が短くなっているということになります。紙で実際に端だけを縮めてみると、このようになりますよね。これが膨らんで歪む原因の一因になっているのです。
そこで先ほどの T 型の歪みの取り方をすればどうなるでしょう。局部的には板は戻ろうとする力が働きますが、同時に長手方向も縮んでしまうので、周長が小さくなり膨らみはさらにひどくなります。鏡板の状態です。どうしよう、もっと焼かないとってなったら最悪の状態になります。歪みの取り方を単純に考えると、ビードを叩いて伸ばせば歪みは取れるのですが、実際問題そんなことはできません。そこでどうするか。ここからは実際に歪みを直している動画を流しながら解説していきます。板の周りが縮んで歪んでいるということは、逆に考えると板の内側が伸びていると考えることもできますよね。なので内側を焼いて縮めれば歪みは少なくなると考えられるのです。全体的に縮ますことができればいいのですが、それは難しいので適度なピッチで熱を加えます。今回の動画では200ピッチで焼いています。適当に焼くと縮みにムラができやすくなりますし、見栄えも悪いので私はこの動画のように焼きます。熱の加え方ですが、 T 型の歪みを直す時などは考え方として板の裏側に熱が伝わらないように熱を強く早く加える方が歪みは取れるのですが、今回は裏側まで熱が伝わるように焼いて板が表裏ともに縮むように焼きます。焼くときは熱による膨張を極力抑えないと効率が悪い上、膨張したことにより歪みがひどくなることがあります。なので膨張を抑えるよう拘束することが重要になります。チャンネルで拘束する場合は、長い部分が歪みを取る板に直角になるよう拘束しましょう。以上のことを理解して歪みを直します。ただこのやり方で完璧に歪みを取ることはかなり難しいです。歪みが少ないように見えるようごまかす感じかもしれません。ちなみに今回の動画のようなタンクの底板は板の重みもあり膨らみが10ミリ以下くらいなら底板の自重でほぼまっすぐになるので、その程度しか歪みを取っていません。品物に合わせて効率よく歪みを取りましょう。はい、今回の動画どうでしたか。歪みを理解しようのシリーズは今回で5回目となります。
少しずつ歪みというものが分かってきましたか？大事なところはなぜ歪んだのかの、そういうところを想像して的確に歪みを取ることを心がけ実践し、経験を積むことだと思います。この動画が少しでも皆さんのお役に立てればと思います。はい、質問感想ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、ご安全に。